平野紫耀が明かす騎士ユの新たな一面、騎士くんの X にファンがどよめく。笑いと優勝が織りなす戸部の新たな冒険。平野紫耀、戸部の新たな一歩を公式 LINE でファンに語る。キング・ピンスの元メンバーで、現在は戸部ナンバーアイの一員として活躍する平野紫耀が、29日に戸部の公式 LINE を通じてファンにメッセージを送りました。 この中で平野は、メンバーとしての再始動や最近の活動、そしてシユうの新たな試みについて率直なエピソードを披露しました。本編、平野市用のシンガポール旅行エピソードとシユうの新たな一面。平野は挨拶から入り、こんばんは、ショーです。皆さんいかがお過ごしでしょうかめちゃくちゃ寒くなってきたネーム、とファンに声をかけました。 彼のフレンドリーな口調がファンとの距離を縮める一員となっています。彼は最近シンガポールへ行ったことを告白し、英語喋れないよれとジンとマネージャー君と3人で行ったんだけどハプニングもありつつ楽しい旅行でした小3人ともタクシーで変なところに降ろされがちしょうというエピソードを披露。 これにより、平野のリアルな一面や旅の様子がファンにより身近に感じられるようになりました。そして、注目すべきは、騎士ユータの新たな試み、X、旧ツイッターの解説に関する言及です。平野は、騎士のユニークで個性的な投稿について、てかさしょう、騎士くんの X やバクないですかしょう、俺的に結構ツボでたまに見ちゃう M。 と、大いに笑いながら指摘。これまで騎士が、漏れる。とピンチを匂わせる投稿や、食後の写真を載せるなど、ファンを楽しませる一方で新しい一面も見せています。騎士の投稿に対する平野のコメントが、飛べメンバー間の友情やコミュニケーションの深さを示すものとなっています。 平野はシンガポールでの旅行が人流児とマネジャーとの3人旅だったことに触れ、騎士んとも旅行行きたいな、とアピール。ここにはメンバー同士の絆や新たな冒険への期待が感じられます。飛べの新たな一歩、笑いと友情の中に描かれる冒険。平野市用の公式 LINE メッセージからは、飛べメンバーの新たな一面や冒険への意気込みが垣間見えます。 特にキシユタの X の解説はファンにとっては新しいエンターテインメントの扉を開くものとなっているようです。トベのメンバーたちは音楽面での再始動に意欲を燃やし、同時に SNS を通じてファンとの交流を深めています。 平野市洋がシンガポール旅行のエピソードを通じて語るように、彼らの活動は単なる音楽だけでなく、笑いや友情といった要素も含まれています。今回の平野のメッセージは、ファンにとっては新しい発見となり、飛べの未来に対する期待感を高めるものでした。これからも飛べの冒険に期待し、笑いと友情が織りなす彼らの新たな一歩を見守っていきたいと思います。